偏差値30から確実に早稲田大学に合格する英語勉強法。今日は政治経済学部、法学部、教育学部、文学部、文化構想学部の対策についてお話していきたいというふうに思います。簡単な僕のプロフィールを紹介します。僕自身ですね、こうした本を書いていますが、もともと偏差値がですね、39の私立高校に入り、ここでもですね、下から2番目っていうね、非常に低い成績の状態だったんですけども、そこからなんとか勉強してですね、志望大学に合格しました。で、これまでですね、3000名の生徒さんを指導させていただいて、偏差値が50未満の生徒さんのうち、その9割の、ね、方たちが偏差値65まで伸ばしたという実績を持っています。今日はね、こうした経験を踏まえてお話していきたいなというふうに思います。今日のね、メニューはこういった内容になっています。まず、出題傾向をしっかりお伝えした上で、具体的な方法論についてお話していきたいというふうに思います。まずはですね、偏差値30から60になる方法。そして偏差値60から確実に早稲田に受かる学力を身につける方法。これをお伝えしていきたいというふうに思います。政治経済学部、そして法学部、教育学部、文学部、文化構想学部。こちらのですね、ランクは8というふうになっています。で制限時間、時間に対して量は7から8なので、マーチと比較しても、やや多いかなというところで、特に難しいのがやっぱね、文章のレベルがかなり難しいので、そこが特色としてあります。で文法問題は7なので、さほど難しくはないかなと思います。自由英作文がですね、法学部と政経が難しい。文学部、文化構想学部は、それほどでもないかなというところですかね。こういったところが特徴としてあります。じゃあ実際のね、過去問を見ていきましょう。これは政治経済学部ですね。はい、まず、小文が、ありますね。もちろん選択肢、設問ともに英語ですね。まだ長文がね、やっぱ難しめの長文が続いています。3代目の長文です。かなりね、単語のレベルも高いので、しっかり対策しておく必要がありますね。長文ですね。会話形式の長文と。で、ここに、自由英作文が求められているというわけですね。はい、次に、法学部ですね。はい、まず、英文読解。こちらも設問も英語ですね。二つ目の長文です。やはり単語のね、レベルが非常に高いですね。そしてこれは、文法問題ですね。で、ここで、ライティングセクションということで、英作文。これが求められると。いうことですね。かなり難しいと言えるんじゃないでしょうか。次に教育学部ですね。やはり、ね、長文から始まるというところですね。はい、またここの長文です。質問は日本語ですね。また長文です。かなり質問の内容も難しいですね。で、会話文と。で、これ以上ですね。じゃ次、文学部ですね。長文がこうやって続いていくと。
文学もかなり難しいと言えるんじゃないでしょうか。長文ですね。長文と。この実際のね、過去問を使った読解の講義というのも今後検討していきたいなというふうに思います。ひとまずは、この後ね、話す対策動画をしっかり見ていただいて、解けるようになっていきましょう。これも、作文が最後出てきてますね。最後、文化構想学ですね。長文が続いています。穴埋めの長文ですね。またここの長文と。非常にも長文が多いですね。長文と。結構その文学部と構造が似てますよね。以上の傾向を踏まえて、具体的な方法論、これについてお話していきたいというふうに思います。まず、第一段階、偏差値30から60になる方法というところでは、そうですね、まずこの英単語のね、覚え方っていう動画を見ていただいて、英単語を覚えていただき、そして英語の極め方というね、動画を見ていただいて、英語をどういうふうに勉強すればいいのか、あらゆる参考書に通用する勉強法というのを学んでいただきたい。そして、具体的なね、参考書を提示してますから、まあ、3冊のね、参考書、それをしっかりやっていただくことで、偏差値30から60まで最短でたどり着くことができます。まあ、それぞれの動画のね、検索の仕方をお伝えしましょう。まず英単語。英単語はですね、まず、この YouTube のね、検索窓で英単語10分300個って提示、検索していただきますと、これが出てきます。こちらを選んでください。で、英語の勉強法。これはですね、満点が取れる英語勉強法で検索していただくと、こちらのサムネイルが出てきますので、こちらからご覧ください。で、最後に、参考書。これは、まあ、たった3つの参考書、英語っていうふうに検索していただいたら、こちらに出てきます。これを見て、勉強していただいたら、偏差値60にまでたどり着くことができます。さて、まあ、以上の対策をやっていただいて、偏差値60にたどり着いた後は、個別のね、対策というのをしっかりやっていく必要があります。つまりね、政経法教育文文化構想に、さて、まあ、以上の対策をやっていただいて、偏差値60にたどり着いた後は、個別のね、対策というのをしっかりやっていく必要があります。つまりね、政経法教育文文化構想に合格できる参考書というのはこちらのものになりますが、ちょっとね、ボリュームが多いです。まず、長文から説明します。まずは、速度計熟語をやり、東大英語長文やり、中澤の徹底長文講義をやっていくというのは、他のマーチと同様ですね。その後、140音をやって、上下やってですね。そして、実践力ビルダー、読み解き英語長文500、速読のプラチカまでやりたい。ここまでしっかりやっていけば、早稲田のこれらの学部のね、長文には対応できるんじゃないかなと思います。もちろんこの後、過去問を使った演習っていうのをやっていただきたいんですが、ここまでやれば早稲田の英語に十分対応できるんじゃないかなというふうに思います。で、文法問題はね、こちらの正語、正常問題300をやっておけば十分でしょう。そして自由英作文に対しては、まあ自由英作文が出るところにおいては、この大家の実況中継必須で、政経の方はこちらの最難関大の英作文、書き方のストラテジー、これをやっておくのがいいかなと思います。もし、余裕があればもう一冊ね、政経法に向けた自由英作文対策をやりたいので、知りたい方はコメント欄にメッセージをお願いします。いかがでしたでしょうか。以上の内容をやっていただいたら、偏差値30から確実に早稲田大学に合格する英語の力を身につけることができます。ぜひあなたもチャレンジしてみてください。応援しています。